の一人は我にして佐藤智子です。これはあの暮らしの手帳という雑誌の創刊編集長だった花森康司さんの言葉です。当時編集部員の方に対してすごく繰り返し言ってらっしゃったっていう言葉の一つで、あのその読者の中に自分もいると思いなさいっていう意味ですね。中の一人を自分にするっていうのが我にしてという意味で、私たちもあの北欧暮らしの道具店の編集を考えたりとか、まあ、商品選びを考えたりとかするときに、そのお客様の輪の中に自分もまさに同じ生活者として置いて、あのいろんなその 共有できるメッセージだったり、あの価値を考えていきたいなというふうにずっと思っていたので、あ、こういうことをずっと昔に言っている人がいたんだっていうことにすごく私は勇気づけられたっていう、大事に大事にいつも仕事の時にこう迷ったりすると帰ったりするような、そんな言葉にそれからなりました。あの私たちは例えばいろんなコンテンツを作って発信してますけど、お客様にこう教える立場でも提案する立場でもなくて、本当にお客さんと一緒に考えたり悩んだり、まあ、答えを見つけたり、まあ、楽しんだりあのする、まあ、そういう立場である、同じ生活者の一人なんだっていうことをあのシェアするときに例として出しているので、ちょっとしたそのテキストの言葉遣い、言葉尻一つ一つがそういう姿勢の表現にちゃんとなっているかどうかっていうことを確かめようっていうような話はよく社内でしているかなと思います。